名言を残した偉人3選。ギャンブルは絶対使っちゃいけない金に手をつけてからが本当の勝負だ。これは小説家菊池寛が残した名言である。彼は無類のギャンブル好きで、ついには賭場主にまでなりました。またギャンブルで負けると拗ねて黙り込んでしまうことから、口利かんというあだ名までつけられていました。みんなこそこそと裏でやっていることです。私は堂々とやっているだけです。初代内閣総理大臣の伊藤博文が明治天皇に、女遊びを控えろと言われた際に放った一言。彼は女遊びが激しく、女性を吐いては捨ててを繰り返していたため、ほうきというあだ名までつけられたほどです。尻を見せると女性が尻を叩いてくれると思った。社会契約論を唱えたルソーでしたが、彼は露出狂兼啓蒙思想家であり、また夜な夜な女性に向けて下半身を露出し、快感を得ておりました。皆さん、露出は室内だけで楽しみましょう。ではまた。